はい、それじゃあね、カエルちゃんのね、飼育ケースの中に入れる、観葉植物を、今から、水苔でね、飼育する、水苔の栽培の方に変えていきたいと思います。はい、まあ、100均で売ってるものでこと足りるんですけど、これ100均で売ってるこういうね、ポトスであったりとかカポックとか、まあ、そういう風なものを、中の土、土をねもうバラバラバラっと外してしまってバラバラにしたものが、ここに、あります。はい、でね、これを、まあ、100均のこういうコップの中に入れていこうと思うんですけれども、僕が飼育してるケースがプラケース、ダイソーの300円のプラケースなんで、背が低いんでこのまま入れると上がつっかえちゃうんですよ。なのでちょっとでも低くするために、今からこういうね、根っこ出てないこの余分な下の茎の部分っていうのを切って、背を低くしていきます。こうですね。まあ、一瞬で済みますからね。これはまあこんなもんでいいか。はいはいはい、こういうふうに切り終わりました。でもう一個ね、名前忘れたんですけれども、土落として、猫だけにしてるやつがありますんで、これ真ん中にしてね、で周りを、何やったっけ、ポトスで、植えていきたいなと思います。はい、まずコップのね底の部分に、水苔をね入れていきます。水苔、これ100均でやった水苔、今もこうやって水で戻してる状態なんですけれども、これをこんなもんかな、入れていきます。もうちょっとか。はい、こんな感じにするんですけれども、こう先にこうしてしまうと根っこが入れれないんで、とりあえず量だけこうやって調べておいて、これ一回出します。これ出しますね。で、まあ、植えたいように並べていってしまって、で上から水苔で押さえつける感じになります。まあこんな感じかな。で、まあ、ちょろっと水苔で押さえつけてあげて、まあ、隙間をね埋めてあげる感じですね。はい、根っこと根っこのね隙間にもねしっかりとこう埋めてあげる感じで、しっかりと固定されてくれるんで、こんな感じかな。で、背の低かった真ん中の子を、まあ、真ん中にえいっと置いてしまって、でその隙間に水苔を入れて埋めていきます。ずれちゃったな。はい、こんな感じでね、葉っぱと葉っぱの隙間とかのレイアウトとかはもう自分の思う通りに好きにやったらいいです、ね、で後でまあ毎日水替えしないとガラスのコップなんでずっと水入れっぱなしにしてると水腐るんで、これは毎日ね水苔にを後で腰水にするんだけれども、しっかりと、まあ、やるんだけれども、こうやって水入れるんだけれどもね、毎日ちゃんとこう水捨てて毎日水入れ替えてあげてください。そうじゃないと腐ります。水が腐って変な匂いしてくるんで、しっかりときれいにしてあげてください。
で、まあ、僕がおすすめやなと思うのはね、できればね、やっぱりカエルちゃんが葉っぱの上に乗ってる姿を見たいんで、まあ、できるだけね、葉っぱがいっぱい重ならない方が、ちょこんとカエルちゃん乗ってくれた時に、可愛い姿を見えるんじゃないかなと、思います。でもあとは好みなんですけど、まあ、生の水苔とかね、普通の、苔とかあるんであれば、ここの上に、まあ、敷いてあげても、デザイン的には可愛いんじゃないかなと思います。おう、一本忘れとったね。またこの子別の機会に使おうか。はい。で、ちょっと待ってね。で、今から、ちっちゃい苔をね、ピンセットでね、中に植えていきます。はい、お待たせしました。こういうね、こういう山で切ってきた苔なんだけど、まあ、ちょっと今も乾いちゃってるんだけれどもね、これちょっと水で戻して上に敷いていきます。感じですね。まあそこにこういう感じで、根っこがあるんで、お水しっかり入れといてあげてね。これで成長してきてくれれば、そのままそこがまたポトスの根っこでね、いっぱいこうぐちゃぐちゃとなって固定されてくれるんで、これを崩さないようにキープしていってあげればいいんじゃないでしょうか。はい、今日はね、100均で作るカエルちゃんの寝床でした。